はい、どうもこんにちは。皆様3日目ということで、はい、ね、リュウタンが全然球出さないから3日目突入ということになりました。やってないんだもん、しょうがないじゃん。はい、ということでね、3日目もやっていきましょうか。さあ、果たしていつリュウタンの装備が完成するのか、そしてアンジェの方何体かあれば出るのか、さあ、こう動きたいということで、ってことでね、3日目は拙者、カタパンは侍で行くのでよろしくでござるよ。うん。じゃあ皆さんに一言だけ、ござるござる先には気をつけたまえ。それでは行きましょう。痛くない、痛くない。うわ、びっくりした。何、あ、うんこ爆撃機じゃん。あの野郎、燃やされ燃やされる。任しとけ、俺のうんこを見せてやる。暗いわ、これが元祖うんこだ。お、すげえ戦ってる。痛い、まずい、危な、あー、死んだ。うんこに爆撃されたんだけど。わずか開始3分で爆撃されたんだけど俺。アルナフ君もう寝たよ。あ、寝た？マジで俺をそっちのけで寝るなんていい度胸してんな。爆弾置いていい？ダメだよ。ダメだよ。殺したら終わりだぜ。捕獲かこれ。そうだよ、危ないな。殺していいなと思ってた。ダメだよ。危ない、怖い怖い怖い。爆弾置いていいの言い方がもう狂気的だった今。なんで？もうあの血走った目だったよ今。そんなことないよ。アテナ君もうなお腹も空いてるね。よだれタラタラじゃん。汚ねえな。すげえ、リュウタンよだれ浴びに行ったみたいになったよ。そんなことない。あれ全然動かないじゃん。大丈夫？あ、ちょっと疲れてる。はい、ゆっくりお休み。おお、ナイス。お疲れちゃん。なんかもう楽勝だな、アンジャナ君。もう慣れちゃったって感じ。では殿のために死んでもらおうか。殿の敵、殿の敵、天中天中。よし、外れた。めちゃくちゃ違うとこで切ってたけど大丈夫？いや、なんかその辺にいたんだけど、切った瞬間ダメになかった。これが瞬身の術。いやー、たま出ない。まだ出ぬか。うーん、出ない。スタミナライチューって美味しいんかな、わかんない。一回食べてみたくね。ペロって虫だよ、虫。意外とあの、あれとか美味しいよ、あの、イナゴとか。やだ、虫苦手なので死んでも食べたくない。目つぶって食ったらいけるかも。だ、やだ。どうする？じゃあ、あ、ん、あ、やばいかも。あーっ。死んだか、やばい。これはもうダメだ、侍卒業。嘘、嫁旦那。あ、旦那じゃん。わあわあ、おい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 、せっかくしたのに持ってかないでよ。あー、落とされた、バカあいつ。こっち向くなよ。お前着地すんなよ、お前着地すんなよ。アンジェナフ君おいで。わあ、旦那。あ、旦那どっか行くかな。どっか行かない。あ、じゃああっち行っちゃったか。飛んでる。あー、ミーコに仕掛けてもらったのにな。
あんたの服も逃げたくなるよ。旦那に遊ばれたから。うん。旦那に遊ばれたからメスかもしれんな。玉出ないわ、ごめんな。いや、そう、わかんないじゃん。ああ、男の子ってやつか。同性愛かもしれないだろ。なるほど、そっちの発想はなかったわ。え、そっちしかなかった。さて、ではこの報酬でわかるな、それが。うん。さあ、彼なのか彼女だったのか、どっちなんだろう。顔を見ればわかる。俺嫁いるのにさ、で、あ、くそ。油断した。さてどうですか。あーしてないよ。あ、やっぱり彼女だったんじゃん。彼女だった。愛人でした。愛人でした。だって俺もうたま2個出てるからな。なんでだ、なんでなんで、何の差ですか。何の差ですか。何の差ですか。気になりますね。日頃の行い。そう。やっぱ日頃の行いがいいからかな。リュウタン悪い子だから。うん、サボってるからな。リュウタン悪い子になってしまったのか。いや、元から結構サボり癖はありました。サボり癖のせいで出ないかもしれない。ありゃあ、サボり癖があるし、校則と親の反対を押し切ってピアス開けるしかもしれない。悪い子だな。じゃあそれのせいじゃね。それのせいかも。あ、そうかもしれんな。そうかもしれない。お、ぶね。おー、びっくりした。急に飛びやがった。向かってって上がろうとした。壊れた。わぁ。ああ。起きてらっしゃい。そんなに怒らないでよ。余計怒られちゃう。むしろ。うん、ナイス。あ、なんか武器が変わってることに気づいた。そう、これで俺の硬さは違うからな。いつもの大体。そう、いつもの硬さになったから。使ってるやつ。音量発揮。お、いい足止めだ。素晴らしいな。にゃん。ふにゃん。やばいやばいやばい。やっぱガードできるって素晴らしいと思うんだ。うん、ガード大事だよ。食べられるぞ。また食べられなかった。残念だね。残念。やばい。なあ、もう動き回るな。どうせブレスだろ、知ってるぞ。危ねえな。危ねえな。あ、ミーコがせっかく罠を仕掛けてくれたのに、あいつなんて野郎だ。無視してた。ひでえ野郎だ。でもそこで止まるってことはまだ引っかかる可能性がある。そうだな、こっち持ってこさせれば。あ、いた。あー、絶対飛んでくると思った。よし、ミーコ、お前の罠を使う時が来たようだぞ。よかったな、ミーコ。もうちょっとだ、もうちょっとだよ、ミーコ。もうちょっとが。もうちょっとが遠いな。こっちなんだよね。何やってんだ、あいつ。惜しい。あ、来た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 。
な。逃げるんか。あれ、おもちちゃん、あ、あれ、おもちちゃん、あ、カタパンが近づいていくと消える猫、私たちに一体何を訴えかけているのだろうか。おもちちゃん瞬間移動した。おもちちゃんこっちにいるよ、走ってる。危ない危ない危ない、急に消えた。おもちちゃんはね、新しい技を見つけた。何そんなかっこいい技見つけたの。お、これはいいのじゃ。助かった、ミンコ。あ、落ちた。その一瞬があれば十分。やばい、危ない。チャージはできたと。もうそろそろかな。オッケー。よいしょ。はい、サンキュー。尻尾が切れることが分かったので、尻尾を切ります。そうですね。タタタタンタタンタタタタンタタン。なんだっけ、ラララコッペパ。ラララコッペパ。コッペパだった。硬いパンじゃい。硬いコッペパン。サイコペパン。なんか違う気がするわ。サイ食パン、何パン。カタパンです。どうもこんにちは。あ、自己紹介させてくれたの。うん。気が利くじゃないか。俺に来たわ。カタパンさんのとこ飛んじゃうんだ。嬉しいような、喜んでいいのかどうかもわからない。何よ、喜んでもいいよ。やったぜ。おお、いいタイミングだ。これ当たるかな。外したわ。あー、うん、ステップしなかよかった。やばいやばいやばい、危ない危ない危ない。あー、ミスさん、ミスさんが言うこと聞いてくれない。どっか行くな、これすぐどっか行くんだから。なぜ他のものに目移りするんだ。すごい浮気症の彼氏を持った彼女みたい。最初。え、誰を。え、こいつ、こいつ。こいつ。ライブ制裁加えてるよ。確かに。何匹制裁加えればいいんだ。本当だよ。悲しい。ああ、待って、嫁がいらっしゃいますよ。またか。こっちはね。なーん。そんな。なぜここで。あ、違った、炎じゃなかった、これ。体力もそういう気を。まずい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 。そう、危ない。いつぞやの恨みかな。サマーソルト食らったんやけど。あー、燃やされる。おもちちゃんが焼けちゃ
チ焼いたら美味しそうじゃん。焼かないで。いいって。痛い痛い。やめてくれよね。あーもうダメだなこれは。うんこの出番だなこれ。嫁が危なすぎる。嫁にうんこ食らわす。おお。よし。なんじゃなく飛んできた。危なびっくりした。嫁なんだ。ああ。待って。危な。ギリギリよかったな。待って気をつける。大丈夫こっち向いてる。大丈夫俺と遊んでるから。飛んでて。あでミーコがマナ仕掛けたから大丈夫。余計。素晴らしいなミーコ。よっこらしょ。タイミング。いいタイミングだぞミーコ。えらいな。逃げられた。俺らがいるのによく寝れるなこいつは。うん、普通に無視して寝るよね。本当に。ほら起きろ。こちらよ。あーミーコ食われる。危な。え。使ってた分が功を奏したわ。うん、食らうかと思ったらさすがに出たろ。ああ出た出た出た、うん、やっとマジ来たーやった出ました金幕で。おおさすが金幕出ましたねー。やったー。さあこれでアンジョナフの呪縛を解き放ちましたね。解き放ちましたよ。さあということでですね、いよいよやっとリュウタンが弾を出しましてついに上位装備アンジョナフ完成しましたね。しましたやっと、はい、ということででは早速お披露目しましょうか。じゃあどうぞ来てください。いる。お、ミコが邪魔であんま見えない。この辺。さあできましたねついに。いやー、うん、長かったね。長かった。やっとできたけどそんな素肌がかなり見えてる装備で。ちゃんと守れてるのかそれは。多分考えてるんだよ。マジ？いやーよかったねでもやっと出て。ちょっと3日目になっちゃったから何体倒したかはわからないんですけどかなりの数倒したねアンジャナフ。うん。さあこれは何体倒したかがちょっと楽しみなんですけれどもね。これで3ページ目。うんリュウタンの装備作り完了ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はいということでね、はい、今回はリュウタンいかがでしたか。感想はもう二度とアンジャナフなんて倒したくないです。もうそりゃそうだわな。あんだけアンジャナフばっかりアンジャナフばっかり。うん。はいということでねそれでは3ページ目終了ということで最後挨拶して終わりましょうか。はいはい。では以上で完了ということで終わりますということで次の動画でお会いしましょう。バイ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 。